もうさっきエイミちゃんも最高僕もあのギター始めたの13歳の頃で、エイミちゃん12歳ですね。であのその頃に本当に夏色とかよく本当に歌ってて、小袋とかもよく歌ってて、なんかさっきエイミちゃん見てて自分のやってた頃思い出してちょっと泣きそうになったんですけどあのその頃からほんまにずっと長い付き合いでいつもあの支えてくれてる大事な大事な友人がいますんですけど、その友人に向けて作った歌をまず歌いたいと思います。よかったらノリノリでダンスしてくれてもいいよロングジャンプ
ラママというあの昔ミスターチルドレンさんとかやってたあの有名なライブハウスあるんですけど、そこでやってます。普段はオリジナル曲、今の曲もオリジナルなんですけども、今日は2曲ともオリジナルで、普段オリジナル曲とカバー曲と、織り交ぜながら歌ってるんですけど、さらにあの僕映像も使ってパフォーマンスしてるんですよ。あの絵描くの好きで、昔から本当に絵描くの好きで、自分の描いた絵を自分の曲に合わ、自分の曲に合った絵を描いて、それを映像に流しながら歌ってます。よかったらまた聴きに来てください。直近でね、明日あるんですよ。明日の夜7時から渋谷ラゴマで、よかったら来てもらいたいと思います。明日のテーマは愛巡るっていうテーマでお送りします。で、普段そういう愛とか、俺の背中踏み台にしてとかいろいろ言ってますけど、綺麗事を言ってるんですけどね、そういう綺麗事言ってる自分にいつも問いかけてるんです。お前ほんまは自分が一番大事で、自分が良かったらええんやろって、みんなが歌ってみんなが笑顔になること、それが喜びですとか言いながら、どうせそれも自分の心を満たすためだけ。みんなもそうでしょ。結局は自分が一番大事なんですよね。人間はほんまに都合のいい生き物です。みんなもいつも欲望、自分の欲望を満たすために生きてるんでしょ。いつも誰かを狙ってるんでしょ。ねえ、はい、ハンター、確かなことばかり、モノクロの文字も虚しさに苛まれ、いつもの道を行く。表ではお人よし、小さく遅延している。口にしないで大抵笑ってはぐらかす。この仮面の内側からその首を狙ってんだよ。曖昧なままクリアする毎日を誰かのせいにして過ごしてる。出口のない嘘に囲まれた世界、僕は僕を守るためのハンター。疑いもしなかった、愛や絆はもはや罠とかし手玉に取りもて遊ぶ。その仮面の向こう側でこの首を狙ってんだろう。君もハンターだな、傷の匂いが悟す。相思相愛なんて机上論、心のない嘘をまとった三十を打ち込もうか。ああ、どこへ向かえばいい。こんな仮面剥がしたいんだ。握りしめて
リアする毎日を誰かのせいにして過ごしてる。出口のない嘘に囲まれた世界、僕は僕を守るため半端なまま進んでゆく時代に、すべこべ抜かしてもしょうがない。誰もがそう欲望に満ち足りぬ今日を練り歩いてく。反対川原コークでした。川原コークとひらがなで検索していただきますと、いろいろホームページ